矢部内夏美は、大阪府堺市出身の元女子バスケットボール選手、バスケットボール指導者。現役時代のポジションは、ポイントガード。元日本航空所属。コートネームは、夏。松陰東高校から松陰東女子短期大学を、経て、日本航空に入社。客室乗務員として勤務する傍ら、バスケットボール部に所属し、チームの主力として活躍。 長身ガードでポストプレーができる。アシストやスティールを得意とし、01から06シーズンでスティール賞、01から04シーズンでアシスト賞を受賞。また、引退時に功労賞を受賞。バスケットボール女子日本代表にも選ばれ、アテネオリンピックをはじめ数多くの国際大会に出場した。特に、アテネオリンピックアジア地区最終予選となった第二十回。 アジア女子バスケットボール選手権準決勝の対外官民国戦で先発出場し日本のアテネオリンピック出場を決める勝利に貢献した試合は彼女のベストゲームと言われている。故障を抱えていたこともあり2005から06シーズン限りで競技から引退。客出場無印に専念。2007年に NHK 教育で放送された。 全日本総合バスケットボール選手権大会女子決勝の解説者を務める。同年末、日本航空を退社。2008年より、富士通レッドウェイブのアシスタントコーチに就任。2012年、岡里明美の後を受け、ヘッドコーチに就任。2014年退任、三菱電機コアラーズのアシスタントコーチとなるが2015年退任。 同年日立ハイテククーガーズのヘッドコーチ就任。2020年退任。2018年アジア競技大会に出場した日本女子代表チームのヘッドコーチとして指揮を取り、銅メダルを獲得した。2021年4月、アンダーカテゴリー女子日本代表の専任コーチに就任。ありがとうございます。